骨の N ということで、呪術廻戦のネタバレをしていきます。奴が帰ってきやがりました。全員直屋。結論から言うと、直屋が芋虫みたいな呪霊となってマキちゃんの元に帰ってきやがりましたと。復活の N。 この全員直屋っていうやつ、アニメにはまだ出てきてないけど、多分第3期に出てくるキャラなんですよね。第2期には出てこないと思う。いろいろとマキちゃんいじめてたり、まあちょっとあれなんだけど、でもまあクズなんだけど、それでもなんか強さへの求道とか、伏黒のパパに対するリスペクトみたいなものは本物で、まちゃんと人類の呪術師としては強くて、まあ、その正論の人の心とかないんかとかもあって、愛されキャラだったんですよね。まあ、明らかなかませキャラだったけど、クズだけど軸のあるクズとして、まあ、そこら辺で結構愛されキャラだから退場したはずだったんですが、マキの母親がいきなりもう最後のチャンスとして、呪霊も寝れないくせに直屋にとどめだけ刺してって、そのせいで直屋が芋虫みたいな呪霊になっちゃったと。まあなるよね。うん、基本的にこの呪術廻戦っていうのは結構その辺設定を練られてて、呪術師は基本的に呪いにはならないはずなんだけど、呪力を練れない攻撃で死んじゃうと、最後呪いに転じちゃう、呪いを生んじゃうことはあるらしくて、まあ直屋は呪われてもしょうがないよねっていう。マキちゃんの反応がやたら淡白な気もするけど、でこの呪術廻戦、多くの呪術読者から愛される直屋くん、果たしてどうなってしまうのでしょうか。いやー、呪術廻戦3期やってほしいですね。まあやると思いますけど。以上です。